この動画では、社会の歴史分野、飛鳥時代、大化の改新から、大宝律令の完成まで、について学習します。では、早速始めましょう。第1問。聖徳太子の死後、天皇をしのぐほどの勢力を持つようになった豪族の名前は？正解は、蘇我氏です。蘇我氏は、天皇をしのぐほどの勢力を持つようになり、朝廷での権力を握るようになりました。第2問。645年に始まった政治改革のことを何という？正解は、大化の改新です。天皇中心の国づくりを進めるために、蘇我氏を倒し、新しい政治を始めました。この政治改革を、大化の改新と言います。第3問。蘇我氏を滅ぼした人物を2人挙げてください。正解は、中野大江の王子、中富の鎌足です。中野大江の王子は、中富の鎌足らと共に、天皇中心の国づくりを進めるために、蘇我氏を滅ぼし、新しい政治を始めました。第4問。646年、中野大江の王子が示した、新しい政治の方針のことを何という？正解は、改新の詔です。646年、中野大江の王子は、改新の詔を出し、新しい政治の方針を示しました。第5問。改新の詔では、すべての土地と人々を国が支配する、と示されました。それを何という？正解は、公地公民制です。これまでの日本では、全国の土地やそこに住む人々は、皇族や豪族が、それぞれ支配していましたが、それを改め、すべての土地と人々を、国が支配する、こととされました。第6問。改新の詔では、都を中心として、全国に国、郡などの行政区分を定め、国司、郡司を置く、と示されました。それを何という？正解は、国、郡、里制です。国はいくつもの国に分けられ、国の下に郡、里、が置かれました。それぞれ、国司、郡司、里長が置かれました。第7問。九州の福岡県に置かれた役所は？正解は、太宰府です。太宰府は、九州の政治や外交、大陸に対する防衛などに当たりました。第8問。戸籍をもとに、6歳以上の男女に土地を貸し与え、死ぬと国に返させる仕組みのことを何という？正解は、藩伝習所の方です。朝廷は戸籍を作り、戸籍をもとに、6歳以上の男女に土地を貸し与え、死ぬと国に返させる仕組みを取り入れました。第9問。藩伝習所の方で貸し与えられた土地のことを何という？正解は、区分田です。男子には2段、女子には男子の3分の2の面積が貸し与えられました。1段は約12アールです。第10問。藩伝習所の法により、土地を貸し与えられた代わりに、人々に課せられた、3つの税は何？正解は、租、徴、用の税制です。租は、収穫した稲の約 3% を国府に納めることです。徴は、絹や海産物などの、地方の特産物を、都に運んで納めることです。用は、
都で年に10日間働く代わりに、麻布を都に運んで納めることです。第11問。藩伝習所の法により、土地を貸し与えられた代わりに、人々に課せられた、主な2つの労働は何？正解は、雑用、先盛りです。雑用は、年に60日以内、地方で国司の命令の下で、主に土木工事にあたることです。先盛りは、3年間、九州北部の防衛にあたることです。第12問。663年、朝鮮半島南西部の、百済で起こった戦いは何？正解は、白村江の戦いです。東都新羅の連合軍に攻められた百済は、日本に援軍を求めました。中野大江の王子は、百済を助けるために大軍を送りましたが、白村江で大敗しました。第13問。白村江の戦いの後、667年に中野大江の王子が、都を移した場所はどこ？正解は、近江大津宮です。中野大江の王子は、朝鮮半島から手を引き、大陸からの攻撃に備えて、太宰府の守りを固め、都を近江大津宮に移しました。第14問。中野大江の王子は、即位して、何天皇、となりましたか？正解は、天智天皇です。668年、中野大江の王子は、即位して、天智天皇となりました。第15問。天智天皇の弟は誰？正解は、大天の王子です。天智天皇の弟は、大天の王子です。第16問。天智天皇の息子は誰？正解は、大友の王子です。天智天皇の息子は、大友の王子です。第17問。672年、大天の王子と、大友の王子の間で起こった争いは何？正解は、壬申の乱です。天智天皇の死後、後継ぎをめぐって、672年に、弟の大天の王子と、息子の大友の王子との間で、壬申の乱が起こり、大天の王子が勝利しました。第18問。壬申の乱に勝利した、大天の王子は、何天皇として即位した？正解は、天武天皇です。壬申の乱に勝利した大天の王子は、天武天皇として即位し、唐から伝わった、律令に基づく政治を目指し、天皇の地位を高めることに力を注ぎました。第19問。天武天皇の死後に即位し、天武天皇の政治を受け継いだのは誰？正解は、持統天皇です。天武天皇の死後、皇后が即位して、持統天皇となりました。持統天皇は、天武天皇の政治を受け継ぎ、律令制の強化に努めました。第20問。694年、持統天皇が作った、日本初の大規模な都城は？正解は、藤原京です。持統天皇が作った藤原京は、唐の都に倣って作られた、日本初の本格的で、大規模な都城です。第21問。701年、日本で初めて制定された、律都令を備えた、本格的な律令は？
正解は、大宝律令です。大宝律令は、大化の改新で目指した、天皇を中心とする政治の仕組みの集大成です。律は刑法、令は民法や行政法などの法律のことです。第22問。大宝律令を制定したのは誰？正解は、藤原信人です。大宝律令は、文武天皇の時に、中富の鎌足の子にあたる、藤原信人らによって作られました。律令に基づいて行われる政治を、律令政治と言います。第23問。日本で最も古い貨幣は？正解は、不本銭です。7世紀の終わり頃に、天武天皇が作らせた、不本銭と呼ばれる銅でできた貨幣です。第24問。708年に作られた、日本で流通した最初の貨幣は？正解は、和銅開珎です。708年、現在の埼玉県の武蔵の国で、銅が発見されたことをきっかけとして、和銅開珎と呼ばれる貨幣が作られました。問題は以上です。今回は、社会の歴史分野、飛鳥時代の大化の改新から、大宝律令の完成まで、についての学習でした。定期的に、繰り返し視聴して、知識を定着させましょう。